今彼らがこのなんか持っているもの、いろんな荷物を持ってきているものを現場で展開させていくみたいな感じなんですね。今日だと最新の情報になっているのは尾花健一さんで、彼は代理の方がいらっしゃって2時、あ、でもなってますね、2時の予定ですね。で最後が谷子玲奈さんで、まあ、6時以降くらいの予定で、
いつも山登りしてるんですけど、上野をなんか山に見立てて、上野森さんいた。
in ensuring the maintenance of a healthy natural environment. ここが頂上だったか。おい、ここが三角点だ。ボッカっていう歩く日って書いてのチームの3人のうちの2人です。店と言います。美術館で守られた場所で、空調管理で、そこでの作品もあるけど、その対面でこれは野外展示場なので、今ちょっともう開かなくて困ってんだけど、本当はパタパタと展開してここにも作品がいっぱい来るし、これ磁石になってんだけど、でここにスズリとかも置いて、裏から来てもらえると。もう掲示板みたいな感じ。僕の作品、土田君の作品、もう一人の人はね、あの仕事の職場の関係で県境を越えちゃいけないって言われたんで福島県にいるんだけど、今その福島の公園でやってる、パラレルにやってくれてる、その3人の作品、お外で見るのがね、今回なんかパラレルモダンっていうことなので、もし近代化がなかったら、美術館という仕組みが日本になかったらってことを僕たち考えてやってて、そしたら絶対自分たちで作品背負って行きたい場所に行ってご会長ってやって、売れてもいいし、なんかみんなでこれで話をしてもいいし、の文字とサインと設定が令和3年6月ですか。どうしようかな。どうしましょう。ドローイングやろうかすげえ迷ったんですよ。あ、登るだけ撮るの？なんか GPS ログ撮ってて、あ、はいはい、それまたちょっと可視化しようかなと思って。ドローイングしてるとき、そうですね。あ、なるほど、あそこ入ってきた。いいですか？おー、出品者じゃん。はい、危ない、危ない。あ、あれ、あ、チケットあるよ。
でも実際にこのサイズで普通に置いといてこの状態で食べるのか。ちょっとなんかあの中にちょっと突入してきていいですか。何しに行くんですか。ちょっとこの状態で入るっていうその感じを撮ったらまずいんですかね。断られるところまで撮ります。あ、はい。なんか撮影してもいいらしくて、なんか腕章があったら。腕章はどうやったらもらえるんですか。あの今、あ、今もらえる。はい、あのもしよかったら。あ、ぜひじゃあ撮りましょう。
何なんですか。おかくら天心っていう、その日本美術院っていうそういう団体を立ち上げた人と、まあ、私がちょっと上野公園を散歩するっていう、うん、そういうちょっとストーリーの、はい、絵巻を今ちょっと今コロナ禍でなかなか現地に行けないのでそれでちょっとする感じでもやっぱり渡しづらいなこれネクラが発動するどうする？ベンチの人とかに行く？こんにちは。こんにちは。今なんかちょっと大丈夫？大丈夫じゃないですねすいませんこんにちは。すいません、今ちょっと新聞を飛ばしてまして、よかったら新聞書いたんで、ただなんですけど。何の新聞なんですか？僕がこう絵描いたんですけど、はい、これコロナマズっていう妖怪が今日撮ってるみたいな絵で、はい、でこっちがお守りになってる。はい、それを書いて配ってるんですか？配ってるんです。よかったら、じゃあ荷物になりますかね。
でもせっかくなので。あ、じゃあ、よかったらあるんですよ。そう、いっぱい。はい、見ます。、まあ 京, 都ね、もう京都から来たんですけど、京都新聞さんに作ってもらったもので、ここは普段絵描いてるんですけど、これが原画になってるんです。すごい。そう、ずっとやってる水墨とかやってて、今回はこれの、今日イベントなんですけど合わせて。すごい、京都からそうなんですよ、頑張ってるんですね。これ号外、ナマズ新聞の号外になります。コロナマズっていう、この妖怪が、まあ、人を襲っててっていう絵が表側の、うん、あ、よかったらどうぞ。あ、どう、かいちゃんもらったの。どうぞ。かいちゃんなんて言うんだっけ。ありがとう。いえいえ。で、こっちがお守りになってるんですね。お守りだって。これ京都の東福寺の住職に書いてもらって、よかったら、あ、どうぞ。ありがとう。どういたしまして。こんにちは。よかったので、僕が描いた絵です。コロナマズ。もったいない。
お疲れ様です。あ、こっちもね。はい。こっちも書いてきます。さんとか吉村さんにはね、すごいいろいろなんでこうやってるのかっていう説明コンセプトみたいのをキャッチボールしながら話そう。2人とも日本語で、ファービーの大後輩、芸大の今2年生らしい。おー、初めまして、ミッキーリリーです。こんにちは。あ、めっちゃいいな、一人スケッチしてる人がいる、異常な感じ。だから甲子園のそのさ、ちょっとなんか方眼びいきっていうのはその会社を物語化してみたいな、ああいう雰囲気キモくて好きで、新橋アスレチックスって野球チームのフォーメーションそのまんまの記念写真なんだけど本当はここにお雇い外国人みたいなのがいて、でそこを天津に すげ替えて、あの、そう、今これ、今日は家で入れないからこれできないんだけど、やべ、オッケー、わかんない、キャッチャーって何やんだっけ、野球部じゃないのにそれ持ってんのThank you.
年生まれですか？何年生まれ？豚です。豚、オッケー。イノシシ。イノシシ書くよ、いい？豚、オッケー、豚。後ろ足、前足、鼻で頭。これ豚ですね。ありがとうございました。
野球してたって感じで。じゃあちょっとここでやる。あ、なんかがある。お願いします。はい、撤収してください。はい。こっちから降りていくから、向こう行くから、あの前で報告してるから。はい。ね、回ればいい。うん。お願いね。いや。結構回ってるんですか。これやるときの、こいつを立てかけるものをいただいてなくて。なるほど。問題でもないんだよ。僕らが持ってて、ショコさんこれだから、そうですね、ここに座ってでしたよね。じゃあこれで行こう、さっきの。
進むまず一歩、俺ウパロジの歩き人だぜ。だからこそやるのにバスキキンするかバム大丈夫、適当にマイクを回すよりも頭の回転が必要だから、ランズアップスタンス、じゃあ頭の回転、そして内なる日全て必要、俺は着火イグニッションユナミ、間違っちゃねえお前がスキルは増す一方、間違っちゃねえ俺は内なる日すらもアクティビションに変えてく、それだけでかかるのってこの言葉は重く軽いもんじゃねえってな。いや軽いもんじゃない、それは間違いない、あれのままの自分見せてくは間違いない。Thank you.
火絵って呼ばれる、江戸時代にこう疫病が流行った時に火災絵が効くっていうのがすごい素晴らしい絵を僕が、まあ、考えて描いて、でこの字を東福寺っていう、まあ、北京都のお寺のお坊さんに字を書いてもらって、お守り代わりにちょっと今お配りさせてもらって、よかったら1枚どうぞ。そこにまあ原画の作品が飾ってあるんですけど、側面にこうちっちゃい作品なんですけど、まあ、展覧会兼新聞配達員みたいな、そこもちょっと新聞配達員っぽく。おー、2点。なんか神社とかに行かなきゃいけなかったのはちょっと閉まっちゃったりして、あ、そうなんだ、の大仏とかは見えなかったんです、ね、最後のね、オレンジカスカスだったでもそれもいい感じいや、めちゃめちゃ過酷なツアーを本当あ、本当そうだか、お疲れ様それ誰大工のあの吉岡さんが、うん、いろんなのが出るね。